おはようございます。1月17日月曜日の東京インフォメーションです。東京都は新型コロナウイルスオミクロン株に対して感染は止める、社会は止めないとして緊急対応を実施しています。その一つとして都独自の受験総合相談窓口を設置して、新型コロナウイルス感染症に関する相談を受け付けています。都民に対してはあらゆる場面で正しいマスクの着用、手洗い、消毒、こまめな換気など基本的感染防止対策を徹底する。事業者の皆さんに対しては BCP 事業継続計画の再点検を行う、未策定の場合は BCP 策定支援事業などを活用し早急に体制整備を行うよう呼びかけています。東京都はスマートフォンなどで浸水リスクを検索できる浸水リスク検索サービスの提供範囲を拡大しました。浸水リスク検索サービスはスマートフォンなどで知りたい場所の浸水リスク情報を地図や住所から簡単に検索することができるサービスです。地図を航空写真に切り替えることや、スマートデバイスでは現在地検索もでき、降雨量の異なる2種類の降雨規模を見ることができます。想定最大規模降雨では想定される浸水の深さごとの色分けや、河川からの氾濫によって浸水が継続する時間を確認することができます。現在は中川及び綾瀬川圏域や隅田川及び新河岸川流域、江東内部河川流域、霞川及び多摩川上流圏域、秋川及び平井川流域の5つの区域が追加され、都内14区域で検索サービスが提供されています。都ではデジタルトランスフォーメーションの推進に向けて、デジタルに関する専門性や豊富な経験を持つ人を特定任期付き職員として新たな募集を開始しました。こんにちは。東京都副知事の宮坂です。東京都ではデジタルの専門スキルを持っていらっしゃる方を募集しています。東京都のデジタルトランスフォーメーションを加速度的に進めるために、皆さんの知識と経験を必要としています。ぜひともご応募ください。今回新たに募集しているのは、デジタルサービス局デジタルシフト推進担当課長で、採用予定は十数人程度です。主な業務は、都民目線のウェブサービスの構築に向けた支援や、クラウドを活用するシステム構築への支援、デジタルを活用したマーケティング支援などです。募集期間は来月2日水曜日までです。詳しくはデジタルサービス局のホームページをご覧ください。また、この新たな募集に向けた取り組みとして、オンラインイベントが開催されます。当日は宮坂副知事と、これまでに採用されたデジタルシフト担当推進課長が登壇し、都がこれまで進めてきたデジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトなどについて紹介します。開催は今月24日月曜日の午後7時からで、参加には事前申し込みが必要です。詳しくはデジタルサービス局のホームページをご覧ください。今年度の人権啓発指導者養成セミナーが来月開催されます。今年度の人権啓発指導者養成セミナー、サステナビリティと人権、実践から知るビジネスと人権では、企業の人権方針の策定支援で多数の実績を持つ専門家と、ビジネスと人権への取り組みが注目される中小企業の経営者が実践に基づく知見からお話しします。来月2日水曜日午後2時から4時までズームウェビナーによるオンライン開催です。参加を希望する人は今月28日金曜日までに東京都人権プラザのホームページからお申し込みください。参加費は無料です。ここまで東京インフォメーションでした。